プリズマンは化学式 C6H6 の多管式炭化水素の一つである。ベンゼンの異性体、具体的には結合異性体である。プリズマンはベンゼンと比べてかなり不安定である。プリズマン分子の炭素原子は6原子三角柱の形に配置されている。これはプリズマン類の中で最も単純な化合物である。アルベルト・ラーデンブルクは現在ベンゼンとして知られている。 化合物についてこの構造を提唱した。このためトリプリズマンはラーデンブルクベンゼンと呼ばれることもある。実際にプリズマンが合成されたのは1973年である。核中の頂点に炭素原子を排した炭化水素をプリズマンと総称する。三角柱、四角柱、五角柱の三種がこれまでに合成されている。ただし、 単に、プリズマンといった時には、本校で解説する三角柱型のものを指すことが多い。ペンタプリズマンは四角形の面を下にしておいた時に、家の形に見えるため、ハウさんとも呼ばれたが、現在これは別の化合物の名前として用いられている。1981年、ヒュバンの合成を達成したフィリップ・イートンによって合成された。19世紀中頃、 研究者らは燃焼分析によって、その実験式が C6H6 であると決定されていたベンゼンについて、いくつかの可能な構造を提唱した。1867年にケクレによって提唱された最初の構造は、後にベンゼンの真の構造に最も近いことが判明した。この構造から着想を得て、ベンゼンの実験式と一致する、その他の構造が提唱された。 例えば、ラーゲンブルクは、プリズマンを提唱し、デュアーは、デュアー・ベンゼンを提唱し、ケルナーとクラウスは、クラウス・ベンゼンを提唱した。これらの構造のうちの一部はその後に合成されることになる。その他のベンゼンの提唱構造と同様に、プリズマンは今でも、しばしば文献で引用される。これは、ベンゼンのメソメリー構造と共鳴の理解に向けた。 歴史的奮闘の一部であるためである。一部の計算科学者らは今でも C6H6 の可能な異性体感の際を研究している。プリズマンは室温で無色の液体である。三角形内の炭素炭素結合の角度が理想的な109度から60度までずれていることによって高い感歪みが生じている。これはシクロプロパンの感歪みとよく似ているが、それよりも大きい。 プリズマンは爆発性であり炭化水素では珍しい。この間歪みのため結合の結合エネルギーは弱く低い活性化エネルギーで切れる。このことがプリズマンの合成を困難なものにしている。ウッドワードとホフマンはプリズマンのベンゼンへの熱的転移は対象近世であると記しており、これを紙の折を逃げ出すことができない怒れる虎になぞらえている。 大きな歪みがかかっている割には安定だが、徐々に、ベンゼンに生化していく。半減期は、摂氏90度で11時間である。痴漢誘導体ヘキサメチルプリズマムはより高い、安定性を示し、1966年に、定位反応によって合成された。プリズマムの合成合成は、ベンツバレン及び4フェニルトリアゾリドンから始まる。この反応は、段階的。 ディールスアルダー様反応であり、中間体としてカルボカチオンが形成する。不可体は次に塩基性条件下で加水分解され、その後酸化されアゾ化合物が再結晶でらえる。最終段階はアゾ化合物の光分解である。この光分解によってビラジカルを経てプリズマンが形成する。プリズマンはガスクロマトグラフィーによって単理された。 ありがとうございます。